バッテンです。高校数学良問演習第41問目になります。数列に入って第6問目ですね。こちらやっていきたいと思います。今日も群数列の問題です。ただ自分で問題考えてない方はですね、必ずここで動画を止めていただいて自分で答えを出してみてから解説の方に進んでください。では解説の方に進みたいと思います。今回の問題はですね、前回基本編ということで群数列の極意、つまり考え方ですね、頭をどうやって整理するかっていうのを学びました。で、今回もですね、同じような群数列の問題なんですが、少しだけレベルを上げてみました。下のように自然数の組を規則的に並べるときって書いてありますけれども、前回の問題と違って群に最初から分かれているわけではないと。ただ、見たら分かる通りですね、11、2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 1、
性が見えてきますよね。詳しくは後ほど扱いますけれども、そういった問題になっています。ポイントとしては前回と同じです。もう群数列と言われたらですね、必ず頭をこういうふうに整理してみてください。そうすると途中で混乱を避けることができると思います。つまり全体の数列で考えるケースと群の中の数列で考えるケースがありますよと。でそれぞれに対して順序、つまり全体で何番目の数なのか、で群の中で第何群の第何項目なのかっていう順序で、それぞれ考え方がありますよと。で値についてはですね、別にどっちで考えても値自体は同じですよと。なのでここはイコールですねになってきます。で全体の数列の規則性と群の中の数列の規則性、どっちが強いかっていうので、どっちをメインにして考えるかっていうのが決まってきました。これは前回みっちりとやっているので、前回の動画まだ見てない方はですね、そちらから見ていただくと頭がすっきりするかと思います。で前回は全体の数列の方に規則性がある問題でした。奇数が並んでいたんですよね。ただ今回の問題は全体で見ると特に規則性っていうのは見えないんですけど、群の中には規則性があるよっていう問題になります。ですので群の中でですね、順序と値の関係を変換していくっていう作戦を立てると、とても考えやすい問題になります。これは問題を通してやっていきます。では、括弧1です。括弧1どういう問題かっていうと、値がですね、6、3っていう、こういった数の組がですね、全体で何番目にあるかっていうのを聞かれています。つまり、下の値がですね、今回与えられていて、この左上のボックス、全体で何番目かっていうのが聞かれています。なので、作戦としては2通りありますよね。全体の数列の中で考えて、この値から、全体で何番目かっていうのに変換していくやり方、もう一つは群の中に着目して、この値6、3っていうのが第何群の第何番目にあるのかっていうのを変換して、でそこからですね、第何群の第何番目にあるかっていうのを全体の数列で何番目にあるかっていう方に変換していく、このピンクのルート、この2つがありますけれども、上で見た通り今回は群の中の数列に規則性があるので、このピンクの方でやっていきます。この左で変換すると一気にいけそうなんですけれども、ちょっと変換がしにくいんですよね。なので群の中でまず値がどういう順序か、つまりこの値が第何群の第何番目にあるのかっていうのを考えていきます。なので2ステップですね。それが第1ステップ目で、第2ステップ目でそれを全体の順序に変換していきます。ではまず第1ステップ考えていきます。で群の中で値から順序に変えていかないといけないんですけど、じゃあ実際群の中でどういう規則に並んでるのかなっていうのを最初見てみます。第1群っていうのは11ですよね。で第2群が2112で、第3群が312213っていうふうに見てみると、これ和がですね、同じ群の中では一定ですね。例えば第2群だと足して3足して3ですよね。で第3群だと足して444と、つまりその群の中に含まれる組っていうのはですね、その数の足したものが群の数にプラス1されているよという規則性がまずありますね。でさらに第1群には1個、第2群には2個、第3群には3個っていう風に、その群の数っていうのがその群に含まれる組の個数も表してますよと。でもう一つ並び方の規則としては、この中での数の並びっていうのは右の数字の順番に並んでますよと。つまり右の数字の小さい順に並んでいて、で和が一定なので左側の数字っていうのは大きいものから下がっていってますよっていう、そういう並び方をしてますね。
これで群の規則性が把握できました。言葉にすると第 N 群っていう、まあ、一般的な話で、第 N 群には和が N プラス 1となるような数の組が入ってます。でそれがどういうふうに並んでるかっていうと、右の数字が小さい順に並んでますと。で何個入ってますかっていうと N 個入ってますという群の規則性が分かりました。群の中の数列で順序と値の間の変換をしないといけないので、群の中にどういう規則性があるのかっていうのは必ず初めに把握してあげる必要があります。で ① の変換ですね、群の中で 6,3 っていう数の組がですね、第何群の第何項目に入っているのかっていうのを調べると、6と3でこれ足し算すると9ですよね。なので今見た通り第 N 群の中に含まれる組の数の和が N たす1なので、足して9ってことは第8群ですね。これ1引く必要があります。で第8群の中でじゃあ第何項目なのかっていうのを調べると、右の数字が3なので、右の数字っていうのが1から順に並んでいくんですよね。なので第8群っていうのは最初が81、足して9になってここが1なので、左は8と決まりますよね。で72で次が63なんですね。なので第3項目と分かるので、第8群3番目っていうのが分かってきます。では2ステップ目です。今群の中の話で第8群の3番目っていうのが分かりました。これを全体で何番目かっていうのに変換していくのが丸2ですよね。でこれを考えていくと、第8群の前までに第1群から第7群までがあるんですよね。でそこまでで何個組が登場してるかっていうのを考えると、星印っていうのはつまり第 N 群には N 個の組が存在してましたよっていうのがこの星印の規則性だったんですけれども、こちらですね。なので第7群までに何個組が登場するかというと、1から7まで足したものですね。第1群には1個、第2群には2個っていうふうに繰り返して、第7群には7個と。でもちろん一般的にですね、この K っていうのを1から7まで足し合わせるって考えてももちろん OK です。なので28個なんですね。で29個目から第8群に入っていきますよと。なので28個が第7群までの項で、そこから3つ進んだものが63になってきますね。ですので全体では31番目と求まります。ではカッコ2です。カッコ1では63っていう具体的な数でですね、この下の値から左上の全体の数列での順序っていうのに持っていきました。で今回の問題は考え方は同じなんですけれども、 M と N っていう一般的な値で考えてみます。つまりこの値っていうのは ML って分かっていて、左上に持っていくんですけれども、さっきと同様にですね、全体の数列の中の話で値から順序に持っていくよりも、このピンクのルートでまず群の中の数列のこの群の中の規則性から順序を出してあげて、じゃあその値って第何群の第何個目かっていうのを出してあげます。でそこから全体の数列の何番目かに持っていくっていう、このピンクのルートで ① ② のステップでやっていきます。具体的な数字ではないんですけれども、考え方っていうのは全く同じなので、ぜひこういう一般化された話でもですね、解けるようになってもらえたらなと思います。まず第一ステップですね、群の中で順序に変えていきます。で MN っていう値が今回与えられていて、これ足すと M たす N ですね。なので第何群に含まれるかっていうと、 M たす N-1 群に含まれます。これは先ほど群の中の規則性見たときに、第 N 群の中に含まれる組については数の和が N たす1でしたよね。なので今回足して M たす N ってことは、群の番号っていうのは引いた1を引いたものになりますね。で右の数字が今回 N なので、この第 M たす N-1 群の中で N 番目に登場するんですね、この M たす N というのが。つまり M たす N-1 群っていうのは、右の数字が1のものから始まるの で足して M たす N なので、これが第1番目になるんですね、この群ので。 M たす N-2 っていうのが出てきて、点点点といってどっかで MN になりますよと。でこれ N 番目ですよね。ですので群の中の順序に変換することができました。第 M たす N-1 群の N 番目にあります。では最後にこれを全体の数列で何番目かっていうのに置き換えていくのが2ステップ目ですね。先ほどと同様にこの群の前までに組が何個あるかっていうのを考えます。そうすると第 K 群には組が K 個あったよっていうのが、この星印のこの群の特徴でしたよね。
ですので、それを1から M たす N-2、つまり今考えている群の前まで足してあげると、シグマの公式からこの式が出てきます。シグマの公式、特にこの K のシグマですね、これ知識が抜けてるなと思われる方はぜひオケデクを見てみてください。YouTube の方は概要欄に貼ってますし、オケドを見てくださっている方は近くに辞書が出ていると思います。で、今回特に注意しないといけないのが、まあ、今までも何回も登場してますが、シグマの上の方にですね、文字が含まれるケースっていうのはとても注意する必要があります。つまり上の数字っていうのは下の文字以上じゃないといけないので、必ず今回 M たす A の引く2っていう上の文字ですよね、これは下の文字以上になってないといけないです。そうするとこれ M たす N っていうのが3以上の時にこの式が成り立つんですね。これ M たす N が2だったりすると、シグマが K イコール1から0っていうふうに逆に戻っていってしまうので、それは定義されません。ですのでこの場合分けが発生してきます。今 MN ってどういう数だったかっていうと、これ自然数でしたよね。なので M たす N っていうのはこれどっちも1以上なので、足すと2以上になってきます。そうするとさっきの M たす N が3以上ですよっていう条件に当てはまってこないのは MN イコール11の時ですね、つまり足して2になるケース、これを別扱いしてあげる必要があります。じゃあこの時さっきの式に代入するとどうなるかっていうと、こちらですよね、代入すると0になります。このシグマを書く時には M と N が11の時っていうのはこのシグマの記号が書けなかったんですけど、この式自体には代入することができますよね。なので代入して今0っていう値を得ました。で、実際にですね、 M と N が 1の時って、これつまり M たす N-1 っていうのが1になるので第1群を考えてるんですね。これ第1群の数ですよね。で、この時で実際にこの列考えてみると、11より前の群ってないので、これ0で正しいんですね。なので0でも、MN が11でも成り立っています。なので拡張可能、つまり M たす N が2の時でもこの式っていうのは大丈夫ですよとなってくるので、まとめることができます。ですので MN っていうのは全体の列で2分の 1× M プラス N マイナス2 M プラス N マイナス1、これがこの組が含まれる群の前の群までの個数の合計ですね。それに、これはその群の中で N 項目に登場するので N を足してあげたもの、こういった順序になってきます。よろしいですかね。はい、前の群までの個数っていうものと群の中でじゃあ何番目かっていうのを足してあげると、全体の列で何番目かっていうのが出てきますね。これが答えになります。ではカッコ3です。カッコ3では左上のボックスの情報が与えられています。つまり全体で200個目っていうのが与えられているんですね。で、この時にその値を求めようっていう問題です。なのでこれも出し方が2通りあって、さっきと逆バージョンですね。全体の数列の中で考えてあげて、200個目っていうのがどういう値になるのかっていうのを直接出していく方法、もう一つは群の中の話に置き換えてあげて、まず全体で200個目っていうのがじゃあ第何群の第何番目なのかっていうのにまず変換をしてあげて、で、その群の中の規則性からじゃあ第何群の何番目だったらこの値ですよねっていうのを変換していく方法、このピンクのルートの2つがありますが、今までずっと見てきた通り、今回の問題っていうのは群の中に規則性があって、その規則性を使って解くと考えやすい問題だったので、このピンクのルートで進みます。ここダイレクトに出せそうなんですけど、難しいんですね、直接出すのが。ですので2ステップですね。まず順序の話を群の中の話に持っていってあげて、群の中で何群の何番目かっていうものから値の情報に変えていく、この方法でいきます。まず第1ステップです。星っていうのがこの群の特徴を指していて、第 N 群には N 個組が含まれますよっていう、情報でした。で、これよりですね、第 N 群までの個数の和っていうのは、K を1から N まで足してあげたこれになってきますよね。つまり1たす2たす点点点たす N、これによって、第1群第2群で点点点第 N 群までの個数の和が出てきます。そこでこの不等式を考えます。2分の n×n たす1っていうのと2分の n たす 1×n たす2、これ1個進めた形ですけれども、この間に200が入ってくるような状況を考えます。つまり全体で200番目って
どういう群に含まれてますかっていうのを考えるときに、第 N 群までの個数の和と第 N たす1群までの個数の和に挟んであげると、これを満たす N を探すとですね、この200っていうのが第 N たす1群にあるって分かるんですね。つまり第 N 群までの個数、例えばこれが、まあ、仮にですけれども195個だったとして、そうすると全体の195項目っていうのは第 N 群の最後になりますよね。で、もし仮に第 N たす1群までの個数、つまり次の群の終わりまでの個数が220個とかだったりすると、全体の220項目っていうのは第 N たす1群に含まれてきますよね。その群の最後の数になります。そうすると196項目から220項目っていうのは第 N たす1群に含まれるって分かりますよね。ですのでこうなるような N っていうのを探していきます。パッと見二次不等式っぽいんですけれども、前回も話した通り、これ直接解くのは面倒なので当たりをつけていきます。その時のコツとしてはですね、左の方を見ると2を消してあげると N×N たす1っていうのが400未満ですよって言ってますよね。 N×N たす1っていうのは、まあ、大体ですね N×N、 つまりこの右の数を1減らしてあげた N×N、 つまり N の2乗と、まあ、そんなに大きくは離れてないですよね。なので N の2乗っていうのと400、これが近くなるような N を探してあげて、そこの前後で当たりをつけていきます。そうすると例えば N イコール20の時っていうのは2分の N×N たす1っていうのは210になります。なんか良さそうですね。これ超えてしまったので1個戻してあげて、 N が19の時、これは2分の N×N たす1っていうのが 19×20 を2で割って190になります。そうすると200を挟むことができますね。つまり190よりは大きく210以下ですよと分かるので、第19群の終わりよりは先にあって、第20群の終わりの項、つまり210項目よりは前にあると分かるので、第20群目の10番目の項だっていうのが分かります。大丈夫ですかね。第19群の終わりが190項目なので、そこから10個進んだ第20群の10番目ですよね。これで ① のステップ、群の中の順序の話に変換が完了しました。で、② はですね、群の規則性、まあ、一番最初に調べましたけれども、この規則性によってですね、第20群に含まれる組っていうのは、数字の和が21ですよね。で、右の数字っていうのは小さい順に並んでいくので、つまり21っていうのが先頭で192、点々と来て、じゃあ10番目って何ですかって聞かれると、右が10ですよね。1234って増えていくので、で足して21なので左側は11と分かります。つまり1110っていうのが答えとして求まってきます。自力で解けましたでしょうか。前回の問題との違いとしては、前回は全体の数列に規則性があったので、全体の中での話に持っていってあげて解くと考えやすいっていう問題を扱いました。で、今回は群の中の規則性が強いケースっていうのを扱いました。つまりですね、この表で考えてほしいんですけれども、右側でこの上下の変換っていうのが考えやすいよっていう問題なんですね。左で考えると難しいよと。なのでここのルートを通って、なんとか与えられた情報と求めたい情報っていうのをリンクさせて考えていくと、これで頭が整理されると思います。群数列の問題もですね、頭を整理しながら解くことでどんどん慣れていきますので、苦手意識も克服できるかなと思います。ではもしよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。